さて何をするかっていうところなんだけど、心はと都へ行く元凶たつ、さっきに都行くか。お、始めるか。片折り小屋を建て直すぞ。何か変えたいところがあれば遠慮なく申してみよう。そうだね、やっぱさ、あの糸っこ使ってみてえな。前の折り機じゃどうやっても切れちまった。あー、全然違うんだ。それは繊細な糸なのですね。見せてもらうことはできますか。いいがすよ、こいつだ。ただの糸ではありませんね。これ自体が何かの変化のよう。おそらく本来は糸ならざるものであったはず。一体どこでこれを。恋は内緒だわ、はい、そう言われると私としましても一層気になってしまいます。はまあまあ心はよ、どうせこの島のどっかにある何かに違いない。へえ、要は新しい生き物が降りたいのちゃうから、糸の出所などこの際どうでもよいのではないか。そうですわね、私としたことが本性を見失ってしまうところでした。この糸が切れていたのは強度が足りないのではなく、神器が通っていなかったからでしょう。琥珀を用いた仕掛けを作り、糸に神器を通し続けることで他の糸と同じように折ることができます。私自慢の歯車を加えることでいくつかの手間を省くことができそうですよね。久々に笑い方聞いたな。車輪の神と、それで歯車なんだね。発明の神の力をとくとお見せしましょう。素材の調達ね。はいはい、よろしくね。いや、クリアまで行きたいよね。壮大欅を手に入れる、なんだそれ。さてと、まあ、そうやね、火事小屋も建て直さないとね。火がもっと強くなるといいかもなと。これまでのロジャーこさえねえもんがあんだ。そうですよね。速やかや風の流れを工夫することですわね。私は都で心という仕組みを使っております。はい。設計把握してるんだ、すげえな。ただし強い火に耐えるため使う土はキリンド。嫌な感じがするな。嫌なとでは珍しくないんですが、土器の強い地、例えば私たちが上陸した、はい、よし、キリンド壮大欅ってなんだ。違う、よし、家畜小屋だね。広くしてくれ。やっぱそうだね、広めの部屋は横差つけてそうだ。考える、任せろ。まあ広めにね、獣の。うわー、結構大変だな。そうなったら、都はじゃなくてコヒーさん、なんか洗練士、霊士、そうだよ、あのね、米ないんだわ。はい、200行こう。さくな姫、心は姫よ、移ろいの玉が欲しいそうじゃな。ははあれは
我が身にしてこの都を支える創世樹の枝先になる身。下に強き仁義を凝縮しておるゆえ扱える者は少なく、朕の許しなくもぎ取ってはならぬ。その方ら、あれを何に使うつもりじゃ？ごめんにございます。我が天ほほの味を一層高め、カムヒツキ様にお喜びいただくため、移ろいの玉を何とぞこの桜姫に。米の味とな。移ろいの玉をそのようなことに使いたがる者はその方らが初めてであるぞ。面白いではないか。何が起こるか見ものじゃ。使ってみせるがよい。はあ、執着の極み。しかしその前にやってもらわねばならんことがある。まさにその移ろいの玉がなる枝にこのところ虫がたかっておってな。虫にございますか？さよう、虫じゃ。アブラムシくんじゃ。移ろいの玉が欲しくば、アブラムシくんを退治せ。アブラムシくん？思ったよりもちっちゃかったな。やっとついたぞ。はあ。アブラムシくん。こやつらがアブラムシくんか。なんとも殴りたくなる間抜け面じゃ。なんという数。片っぽしからぶちのめしてやるわ。あ、守る、はいはい。久しぶりすぎて視覚が、普通だね。待って、ああ、はいはいはい。いやいや、役に立つね。おいおい。ああ、やっぱスタミナが減ってるから。まだか？なんか今気づいたけど点数がついてるね。おう、56、9、防衛度 94% で高得点と。第2波。ちょいと、スタミナが足りねえ。ちょい、アブラムシ君多すぎ。ラムシ君、あーダメ、意外と硬い。テントウムシ、確かにね、テントウムシ天敵だからね、呼びたいぐらいある。あー、また上。
タミナが少なすぎて。もつらい。あーめんどくさいよ。よし、アブラムシくん、ちょっと第4波あんのかよ。しかもね、なんか経験値もらえない感じなんだよね、技の。あー、ダメ。意外と届かぬな。おい、終わり。あと何回？あーよかったー。テントウムシ全然来ないね。あそこテントウムシ養った方が絶対いいね。さて、多分これで多少は良くなるんじゃない？あー、いいよ。
あー収穫するか。神戸を垂れる稲穂かなと。ここらで刈り取るべきだろうか。いやーなんか久しぶりなんだけどさ、どんな感じでしてたかも全然覚えてないんだよね。範囲内を一気に枯れるわけか。終わり終わり。はい終わり。で、全部わしのものじゃ。次は花掛けじゃ。よーし、しっかり乾けよ。いや懐かしいな。見え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 。しまった。あとは4つか。終わり終わり。朝掛け。さてと。脱穀か。千箱機の出番ですかな。あれはもう初めは楽しいんだが、慣れてくると葉の方が濃いという気持ちになってくる。生だらのいい加減にしろよと。葉の方が濃いですか。作れそうな気がいたしますわ。まことか。ほう。歯車と、鉄軸を作り、板を踏む力を車を回す力に変えるのです。まず鉄軸によって歯車を回し、そこに合わせつつ歯車を仕組みながらオイラを効かす方が早い。わかりました。図面を引いておきますので、さくらさん素材の調達。そうかだと思った。まあ、乾いとらんよね。金太か。食べるますか。とりあえず夕飯とって次だね。石丸。確かに田植え物と話せば申したが、ここで上がりかかるとはつくづく不届きなやつ。こちら折り合う気など応答ない様子にございました。鬼の力を失ってなお危うきをかと万一の備えしておかねばな。しかし、峠にかけられた不知の術は檻の襲撃で解けてしまうだぞ。まあそうだね、前回ぐらいか。ほう、足雲が各地にね。まあどうにかして対策はできるって感じか。つくづく甘いとこじゃのと。ありがたい。さてやれることとしては、移ろいの玉を混ぜるところかな。つるいの粉。ほうじょう腐った粘土はいいかな。はあ、あ、もうすぐできるんだ。これすげえな。
そしたら次は、おお、できた。これ楽だろうな。あれ、どんどん行くぞ。結構大変なんだね。はい終わったね。これは後回し。この壮大欅っていうのが重要だから、とりあえず探索行こうか。行ってきます。獣の行ってくる糞が欲しいから、ひづめではないね。行ってくるよ。で、かいまる。行ってきゃー。あ、同じところ行かせれるのか。で、キリンドが龍脈ね。あー、どうしよっかな。キリンドから先行くか。雑魚的なんだけど、ここではない。やっぱここか。封印が解けている。石扉は内側から吹き飛ばされたかのようだ。流れ集いし無妙その道。いってー。出る。そういうことね。いやー、嫌だな。それはあれ、ちょっとやり込みだね。とりあえず一番奥だね。いやー、にしてもあんな強いのがいきなり出ると思わなかった。しかも夜だもんね。そこもやり込み的な感じかな。おお、当てずともレベルは上がったね。あれ、場所違う。あ、違うな。竜の抜け穴。あー、そういうことか。そういうことか。ダメだ。あれ、さっきのやつ倒さないといけないね。しかじゃあちょっと
あれだね、体っていうか能力値戻してクリアできるようにしないといけないんだよ。生き方ちげえ。そうだ、ケーキゲットで、あ、結果 OK か。ダーンするもんね、今のちょっと見えるかないね。いやー、あ、やっちまったから、おいし。落ちるのが辛いな。そういう感じか。意外とこうゴリ押しができなくなってるね。はい。落ちるか。一回戻るか。で、米を。完成させよう。いやー、なかなかやな。我が友、フォロワーの機械で脱穀するぞ。はい。次、連打ね。はい、完了。はーい。心は恐るべし。ヒンタの踏み薄を使ってみるか。
暇かかるな。これももっと楽になるといいんだけどね。下連だって感じだもんな。連射機が欲しい。連射機欲しいな。これは溢れる美しき輝き、これぞ白米じゃ。さあ久しぶりの完成。まざっとこんなものじゃ。24か。米は127と。まあ、特に新しい技はって感じか。取引もしとこうか。石。しかと。何か食べるます。いただきます。いやーマジか、なかなか大変だな。朝まで。キリンド欲しいけどね。マップが無視してやっていくかも大事なところだろうね。盆栽キノコ。多分ユイがね、これで、あ、ちゃ、かわいいけど違う。よし、ご苦労様でした。おお、一瞬。パパオリが、足グモが後ろにいるね。仕切りか。心はよ、こたびも世話になったな。いつかこの借りはまとめて返さねばの。これからも仲良くしていただければ私はそれで十分ですわと。ふひひ。やっぱすげえな、独特やな。さあ、ああ本当だ、めっちゃ整ってる。てか歯車も使われてるね。何か作りすかよ。あ、ちょっと待った。あー、強化版が作れるようになってんのか。扇の紙子いいね。これつけれるの強いね。千年使がいるのか。